S&D です。今日はレシーブで一歩が出るようになるためのコツと練習方法を紹介していきます。体の作りと筋力によって差があると思いますのでご了承ください。レシーブの基本姿勢からおさらいをしていきましょう。足の幅は肩幅より少し広く開きます。どちらか好きな足を半歩前に置いて腰を落とします。その時につま先より膝が前、膝より肘が前の状態で手を組んでいきます。この時の注意点は、重心を真ん中に置いて腰を落とすのではなく、足の母指球に重心を置いて股関節を折りたたんで腰を落とすように膝を曲げていきましょう。ではここから一歩を出すコツについて解説していきます。人によってそれぞれ問題点が違うと思うので、今から3つのパターンを紹介しますので、どれか試してみて自分に合うやり方を見つけてください。まず1つ目は、構えた時に膝が内側に入ってしまう人に関しては、構えた時のつま先を少し広げていきましょう。膝が内側に入っていることで、一歩外に出したい時に膝を大きく動かさなければならないので動きづらいと思います。足を外に広げることによって、つま先が向いている方向に足は出しやすいので、スムーズに出すことができるようになります。のパターンは、動く瞬間に軽くステップを入れて動きやすくするということです。足がベタッとついて深く構えていると、なかなかすぐには足を動かすことが難しいです。なのでジャンプをするわけではないのですが、床から離してふわっと着地しながら次の行動に行きやすくするということができます。注意点は、ジャンプをしたり強く着地したりするのではなく、足が浮くか浮かないかぐらい、着地も音が鳴るか鳴らないかぐらいの軽いステップを挟んでいきましょう。私の場合はインパクトをする直前に地面から足を離します。ただこのタイミングは人それぞれ違うので、対人練習などで練習をしてみてください。これができるようになると、左右前後どこにでもスムーズに動くことができるのでおすすめです。
パターンは、一つ目と二つ目が合わなかった人は、足を小刻みに動かしてレシーブをするという方法もあります。常に小刻みに動かすことで、移動しやすくなるので、足の出し方がわからない人は、これをやってみてもいいと思います。足が出ない原因の一つに、床にべったりと足をつけてしまうということと、床にべったりと足をついて、体重が前重心ではなく、体の真ん中にあることで、動きづらいということがあります。なので、少しかかとを上げながら、このステップを入れることによって、重心は自然に前に行きますし、足を常に動かしていることで、体重移動がスムーズにできます。今日は3つのパターンを紹介しましたが、上達するにはまずは見よう見まねから始まって上手くなっていくので、1つずつやってみて合わなければ別のものをやってもらいたいですし、1日2日で分かるものでもないので、1週間2週間やってみて合えばそのまま使ってもらって、合わなければ別の方法で試してみるというふうに、自分のものにするには時間がかかるので諦めずにチャレンジをしてみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。